般の方からお入りいただきます。2の2班の方は少しお待ちください。じゃあ2の1班の方、目の位置が座ってばかりじゃなかったんですが、こう向き合ってちょっとあなたちょうどいい、はい、お名前は友沢と言います。友沢、はい、でここが松陰先生の位置だった、あの絵によるとですね、友沢さん、はい、友沢松陰ね、友沢松陰今度は大変でしょ、今日から今日から大変よ。大変ですか、はい、友沢松陰になった友沢松陰これがエデンですね。ああそうね、こういう格好、こういう格好で、ここは松陰先生だからこの辺りな、セミナール形式でやってたっていう、 教室形式じゃなくてですね、実はですね1年1ヶ月でね、授業方法は7種類ぐらいあるんです。たった1年1ヶ月、これみんな言うとまた2時間かかるちょっとじゃあ交代そのまま皆さん奥の方に、あってもらおうか。12階みたいなロフトみたいになってまして、ここであのいろんな印刷をしていたというふうに言われています。印刷、印刷、あのいろんな本とかですね。ウイさん、ちょっとこちらの紹介も少し、はいはいはい、あの印刷のこととか、ですね、あのここ増築ともかくするんですね。であのこれご覧になって分かるようにね、細がこんなところあるわけがないでしょ。これみんな持ち寄ったということなんですよね。でこれはね、よくあの前から刀の傷、あの松陰先生が処刑されるということで粉末やり方ないからって言うんでね、切りつけたって言われてますが、それ嘘っていや塾生が嘘って言ってるんです。松陰先生がそんなことを許すはずがないと、ね、松陰先生はむしろそんなことやったら怒るぞとでは、ちょっとそろそろ休みます。頭の中は、ここで、はい、休まれた。はい、で、みんな、ここで、ゴロネ。いや、ないないない。これ、あの、はしごで下がってるんです。はい、要は、屋根裏。はい、ここが印刷所。で、当時もうすでに400字詰め。